ゴールデンウィーク明けて仏壇リフォームの見積もりが続々と来ております。玉名市からもですね、明日の10時に来てくださいとご依頼でございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇。 お仏壇の販売が転職、長た後期でございます。2024年5月の8日水曜日。今ちょうどですね、6時7分の朝動画でございます。ああ、晴れてきましたね。でも今朝、今朝、う12度でちょっと今日冷えておりました。はい、まあありがたいことでございます。ありがたいことにですね、ゴールデンウィーク明けてから2件目のですね、仏壇リフォームの依頼見、見積もりですね。あの、 昨日ですね、実はこのブログで、あのー、北区徳王町の王様から、えー、5月の11日の13時半に仏壇リフォーム見積もりをお願いしますという動画を上げました。それを見ていただいたんですね。ありがたいことに。昨日ですね、えー、連休明け、えー、9月、5月の9日木曜日、まあ明日のことですね。 玉名の愛様が、あの、見積もりをお願いします。仏壇リフォーム再生のですね。ありがとうございますって。今ならばですね、お盆にちゃーっと間に合います。今多いんですよ。2ヶ月かかりますからね。今5月でしょ。もう五月中とかもう長岡頃ですからね。5、6、7、ちょうどですね。はい。まあそういう感じでございます。はい。昨日ブログ見ました。え北区特攻町の王様のブログをですね、今日出させてもらいましたけどね。私もリフォーム見積もりお願いします。 お願いしますとのことでございます若子主人様からお電話いただきましたありがとうございますやっぱですねこういう 先祖の仏壇場大事にしたい一応お気持ちはですね、私、は偉いかと思います。まあ、あの、今の流行りで言うなら、エコというか、SDGs につながると思いますからね。あの、新しい新品に変えるのはもちろん、まあ、もちろん我々は新品を売るのが仕事ですけどね。ただ我々、こうやってですね、仏壇のリフォームをですね、一生懸命頑張っております。令和の名人、大坂、四兄弟親方が真心を込めてリフォームしますのでね、あの、これ、 ちょっと見ていただくとわかるんですけどね、こんなに、これが Before、これが After、こんなに違うんですよ。これはもう全部いっぺん分解します。分解してですね、使えないところは全部新しく新規に作ってですね、再新たに薪う漆、金箔、薪絵、金具全部新品に交換いたしますのでね、こちらが Before、こちらが After。 それはですね、見事に綺麗になります。当店はですね、仏壇リフォーム、とても多いお店でございます。ありがたいことでございます。えー、早速、昨日、カタログをお届けしました。あの、これですね、仏壇リフォームのカタログがうち、うちだけだと思う、予想作ってないと思いますよ。カタログですね。こうやってですね、こういう作業工程ですね、詳しく書いております。で、えー、こちらですね、この仏壇リフォームのお喜びの声、はがきをたくさんいただいております。 その実例ですね、まあ。そういう形でですね、仏壇リフォーム、100年リフォームですね。本当にですね、あとこれですね、これもお届けしました。あの間違いだらけの仏壇選び、これ、仏壇選び、虎の巻でございます。これ、これだけでも価値があるんですよ。これ、私が今までですね、長年営業してきたですねいろいろ、いろいろなですね、お客様の失敗事例が載ってるんですよ。足もたーって。 そういうのはなかなか良さは出さないですからね、失敗事例とかですね、まあ、こうやったら失敗しますよみたいな感じでですね、はいまあ、これとても皆さん喜んでいただいております。これ言ってください、これあの郵送で送りますからね、あとですね、まあ、新品の仏壇の一応カタログ出すニュースレターですね、まあ、仏壇販売、転職新聞ですかね、あのもう早速昨日持ってきました。まあ、そういう感じでですね、はいえー、早速昨日ですね、カタログをお届け、町代だらけの仏壇選び、これは仏壇選び、虎の巻でございます。 んですね、これはもう自分で言うとは何ですけどこれよかですよはいはいまあそういう感じでですね連休明けまた仏壇のリフォーム続々とご依頼いただいておりますあのどうぞですね0 9録3 2 9 0 2 2 4にご連絡ださい無,無料でいたしますので,で朝でも日曜日でも土曜日でも夜でもお伺いいたしますから一つ皆様よろしくお願い申し上げます はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運をあって、お祈り申し上げます。